はい、こんにちは、ビッグボーイとお母さんです。何、これからはお母さんで統一してお母さんキャラでいくから。いや、半年ぶりぐらいかな、あのメインストーリー終えて、この DLC のストーリー内部告発者、こっちの方がねメインストーリーより怖いとね言われてるんだけどね。まずメインストーリーがどんな結末だったか覚えてるよね。覚えてる。主人公が殺されるっていう、まあ、殺されたとかいうより取り憑かれたっていうべきなのか、はい。で、まあ、とりあえずおさらいしておく通り、あの内部告発者は、あの最初の内部告発を、あのメインストーリーの主人公に送ってきてます。その送った人だね。その人のストーリー。ね、はい。じゃあ、まあやっていきますか。あ、罰が決定ボタンか。クレイジーだろ。クレイジーはダメ。ノーマルで。ノーマルなんだよな。新しいセーブデータ。あれ、メインストーリーって結構苦労したっけ？いや、メインストーリーは意外とサクサク。そんな死んだイメージもないよね。あの大豚だっけ、大豚に一回ぶっ殺された。大豚が、まああれは怖かったけど。青鬼的要素があったけど、あれには。ちょっとウエストブロアは、内部告発者ってのがウエストブロアって言うんだけど、一体どんな世界観なのかさっぱりわかんないんだけど。多分相当怖い。だってメインより怖いんでしょ？メインより怖いと。聞いた。俺おしっこしてきてないからか漏らしちゃうかもしれないんだよね。あ、始まった。なんだ、あ、序盤はまだワクワクするんで。いきなりバッて出てこなければ。あ、誰、あ、車椅子のおっちゃん。うわ、あ、持ち上げられた。おお、え、何、止めてんじゃん、止めてんじゃん。BO2 みたいな。BO か。BO か。目を開けて、起きなくてもいいが目を、え、起きてますよ。一体君に殴られた。いじめっ子かな。ああ、うわ、殴られてる。ペロリストか、お前。ちょっとこっちは忙しいんだ。大変なことになってるようだな、エンジン室。何事？おお、何？え、ビリーってあの全裸だった人？ちょっと覚えてないな。何これ？ぐる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 。なんか拷問映像みたいな。おお。え？2時間前。ああ、そういう感じ。ドラマチックだね、なんか。あれ、これ内部告発の文章じゃないの、これ。そうじゃない、そうだよね。え、送った後にやられたの。え、じゃあこの人も同時進行でなんかいろいろ。え、じゃあ何、2時間の間のストーリーかこれ。え、わかんない。そういうこと、もしかして。あ、今もしかしてこれ誰にもバレないように内部告発しようとしてんのかな。なんか僕の持ってる MacBook っぽい。そこになったけどね。気のせいだ。気のせいか。この事実を確認すべきです。で、送ったらなんかあるよ。はい。なんか送っちゃう、送っちゃう。何もやってない。決して何もやってない。ちょっと画面、ちょっと画面暗いかな。ちょっとオプションいじろう。これは精神病院なの、もう。そうじゃない。ガンマかな。明るく行こうか。うん、そうやね。見づらいかもしれないから。怖いしね、来るんだったら。よし。あ、ちょうどいい。あ、明るい。あ、素晴らしい。エンジンで緊急の4件、要件があって、もう3回目に出したんだぞ。いや、決して何もやってません。じゃあ、ここで何をしてるんだ？君はただのエンジニアじゃなかったのか。なかなか腕が太い。ウェイロン・パーク。この人かな？これ、あれだよ。あの最後の方のステージ、そうだよね。うん、だよね。はい、ウェイロンパークです。ただのエンジニアです。行くよ。あ、そうだよね、ここ。そうだよね。あ、ちょっと、ちゃんと。ん？あ、こっちかな。あ、同じだな、これ。やったところはちゃんとしてね。そうだね。はいはいはい。あ、ここ
ここは見覚えがある場所だな。見覚えはある。あ、時間がない。次の患者が、ん？本当に精神病院なの？わかんないな。なんかここ椅子光ってるけど。座ろう。近くを押して携帯形成エンジンを修理する。なんだ、なんだそれ。30秒間患者が外に出て頭の中が見えない。頭の中見るの？怖すぎ。お、カチャカチャ。まだ指がある。この、え、何？この主人公も指なくすの？なくすなくす、あの変態に。あの変態まだ生きてんのかな？じゃあこの世界で。そうだね。システムエラーコード16って。これでいいかな、パークさん。あ、スティーブ、MRI がまだ真っ暗なままだ。我々の友人ウェイリョン・パークを疑ってるな。君は彼のプログラミング能力やマーコフ社への多大な貢献を何だと思ってるんだよ。何だ、うん、お助けて助けて助けてくれ。おかしいぞ。騒然としてる。何？あ、うわ、まだ普通の人間だ。ああ。え、何？それで今のちょっと驚いただけで。どこ打ってんだこいつ。おお、いやあれ、これ B じゃないよね。えぐいえぐいえぐい。おいよウェイロンパークさんよ、言っていいよ。あんたの仕事ぶりに対する俺の評価は正直に受け取っておけよ。オフィスに戻る。あ、じゃいいのかな、ひとまず、うん、この映像を一回受信するようにするだけのお仕事だったかな、うん、はいはい、お疲れ様です。でもこの人は内部告発をした人だから、多分この現場を裏切ったというか、なんていうか、無理やり連れてこられたとかちゃう。そういうエンジニアさんで、ちょっと正義感が強いみたいな。とりあえずオフィス戻る。どうせ異常事態が発生するんだろ。まあそうなんだろうな。この辺のドアは開かないんだよね。開かないね。てか別の人のオフィスかな。でここが自分の、なんでちょっとドア半開きなんだろう。大丈夫だよね。キリバレてないよね。バレてないね。大丈夫だね。はいはい。どう。バレてますやん。どう、痛い。ウェイロンパークコンサルティング契約番号8200、あ、8208、アクセス権限レベル3、カリフォルニア大バークレイ校優秀な成績で卒業だが、なぜか蜘蛛の巣に引っかかったハエが一番やっちゃいけないことはもがくだということを分かっていない。ああ、パソコンが。借りたラップトップ、オニオンルーティング、ファイアウォールにパッチ適用、それさえしておけば世界をリードするバイオメトリックスセキュリティのサプライヤーを騙せると思っている愚か者。おつろが足りて。この人なんか左目変じゃない？おかしいね。ギガン？あんたを監禁してもいいかね？聞こえましたかな？嫌です、嫌です。ゲイだ。めっちゃこっちに見てる。はいなんて言ってねえ。自己犠牲を高く評価してるよ。さあちょっとパークさんに軽い麻酔をかけるとするか。やめて。2時間後はあそこなの。ああかも。やめて。いいだ。え、これが麻酔。どこが麻酔？物理攻撃じゃん。ウェストブロア、あ、密告者。あ、結局密告がバレちゃったということかな。さあ来た。
あ、2時間、ね、いや、あー、あー、お、なんだい、お、あ、取れたよ、念力が使えるようになる念力なの、これなんか、左右にも誰かいるけど、うわー、ふらつ、ふらつい最初からクライマックスだけど、え、あ、あいつだ、え、お、あ、これゴーストって呼んでたけど、ワールライダーって、あれ、え、真っ暗、ねねねね、今のは ワールライダーって、違う、ウォルライダーか、まあ、そう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 、ウォルライダーって言うらしくて、これカメラ出た、出たカメラ出たよ、え、シリーズあります、だって襲われてる、あ、メモ書いた、もし俺が死んだら、しくじってしまった畜生、ここはどこだ、何時間も経ってしまってるかもしれない、つまりやっちまったんだ、操作の確認しよう、あ、どっちも殺される、なんでこいつだけ生き残ってんだよ、おかしいだろどうしたらいい、うわ、ああ、え、待って、誰、ああ、今開けてやる、お前開けて見せてやる、喜ばしてやろう、そこで待ってるんだぞ、開けてくれんの、これじゃもうおかしい、行かれたやつ、そうじゃないの、え、行かれてそう、あ、え、逃げる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 よ、立ち、逃げるよ、立ち、逃げる逃げる、後ろどうやって見るんだっけ、違う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 、あ、違う、いや、あ、なんだなんだなんだ、あー、あー、な、な、なに、痛い痛い痛い、うえってやあー、うわー、あ、え、ここで会ってたの、あ、え、お、近く行けよ、え、お前人間じゃん、やられてんの、お前ちょっと待ってくる、うわ、あいや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 、あはははは、え、ロイ、いや、よよ、あ、あ、すみません、出ます出ます、失礼しました、はい、どうも、うわーびっくり、やめていきなり動くな、よいしょ、痛い痛い痛い、どこ行けばいい、おー、青鬼、青鬼的なね、え、ここか、え、ここか、うっ、オッケー、なんでいきなりピクトが動くね、怖い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 、待って、時計ある、動いてる、9時、いやー、アウトラストメインストーリーが一体何時だったか覚えてないな、うん、あ、あれ人間じゃない、刑務所内の無線機のところまで行く、どこやねん、どこやねん、どこ刑務所なの、ここ、え、これ刑務所なのからしい、え、精神病院内に刑務所がある、無線機がある刑務所に希望はまだあるんだ、リサ、もうすぐ君の待つ家に帰るんだ、彼女かな、彼女かな、リア充かなまたどっかでバーンとか来るんだろうな、あ、うわ、なんかいるよ、なんかいる、うお、動くなよ、殺すんだな、なんかあれ嫌な声が聞こえる、うっ、手伝ってくれるの、結構です。さよなら。こっち見ないで。よし。なんかメインストーリーでは撮ったことないようなところしかまだ。うっ、あいた、後ろで、あいた、そういうわけじゃない。
かるよね。あ、そこだ。あー、なんかなんか、あ、ロッカー。なんか来てんの今。なんか来た気がした。来てるか。来てるね。あ、ちょっと聞こえね。どうだろう。来てなくね。大丈夫だね。なんか。あ。一回閉じて、で今ボタンが光ってたわ、この、うん。そうそう。で、押して、フッって入るの。シミュレーション完璧だね。あ、なんか、バッテリー。バッテリーゲーだからね。走ってるときに後ろどうやって振り向くんだったっけな。停止しないわ。あ、はい、わかった。オッケー。落ちっとな。かけろ。ふっ。あれ中の人どうなったんだ、それを見たかった。早すぎた。いやもうね、メインストーリーはちゃんとやったからね、絶対降るでしょ。あのでっかいの、うん、ドンドンって来るよな。ほら、来る BGM かかってるな。あ、あれ。ただ見れなかっただけっていうね。来ねえじゃないか、何も。あ、で、そこはいたのかな。でも、多分ここなんかやったら、いない。そこの前の扉が開くとか。なに?消毒だ。消毒だ。逃げる、勝ち。みんな逃げてる方向に逃げる。おい、そんなことしないでよ。おーい。閉じやがった。最低だな。あ、バッテリーいいね。もしかしたらこの DLC 結構細かなところにバッテリーが落ちてるかもしれないな、うん、じゃあこっち行くか。怖っ。あ、通れないな。取れるのか。取れないな。無理だね。どこ行くんや。ロックかかってね。ロックかかってるの、うん、誰かのうめき声聞こえる。どっか上に。開かない。あれとしたらここしかないよね。ん、どこだ。まず早々に迷ってるぞ。わからんな。誰のうめき声。ん？違う。ここ登れるとか。あ、登れる。臭い。登れるけど、ここも登れるのか。あ、登れる。正解だ。あ、なるほどね。怖えよ。お、セーブされた。あ、なんか入り組んでんな。バッテリーありそう。
ない。ないな。何も光ってないな。うん、うわぁ。あったあった。主人公の顔は見えないな。なんでこんなことになったの。おおおおおおなんだこりゃ。ああ、わあ、ライトで襲ってくるやつだよ。え、そうかな。大丈夫でしょ。凶暴だよ、お前。うーわー、なんじゃこれ。美味しそうだわ。うまくね。いやあ、中にいる。何してミキサーしてんの。コックさんね。コックか。精神病院屈指の国家。うわやめて。頭見ないでくれ、やつを愛して俺の遺体を見せてくれとは言うな、リサ。俺が死んだらマーコフの弁護士や殺し屋からここのビデオを手に入れた後、俺の遺体を見せてほしいなどと言うな。あ、もうマジで本編よりびっくりしてると思う、俺。バッテリー交換しとこう。どう？ここ開かないな。どっかダクトかな。あ、あそこかな。こっちを。開かないな。はい。さっきのこれ合ってんじゃん。もうかけんなよ、かけんなよ、かけんなよ。開かないの？あ、こっちか。ああ、普通に開いてた。こちら便所だな。怖えな、出てきそうだな。便所、花子さんってさ、なんかロッカーから出てくるとかさ、なんか押してる。ありそうで怖い。バッテリー。開けるよ。なんか神父っぽくね。あいつかもよ。殺された神父。本編で。そうだよね。殺されたというより、まだこの時間帯だと生きてるのかもしれない。まあね。あ、教会なの？十字架あるじゃん。え？あ、手錠式。の鍵？こっちか。なんか出てきそうだな。なんか出てきそうだ。下がれ下がれ、一回。ロッカーの場所が知りたいな。行ったな。あ、ドリル持ってる。こちら。おっと、これ走り抜けて向こうに行った方がいいのかな。ああ、違う。危ねえも持ってるな。あ、あっち行った。ロッカーもなんもないな、ここ。こっち見てるよ。あ、で、ちょっと左行ったときに、向こう行ければいいんだけど。あっ！いませんよ。
トイレ。ああ。今中入ってたの。行く気ない。ああ。おお。あれ行けるわ。入れる。うっうっ、こっちか。だ入れない。やばいやばいやばい。あれ、なんもない。うっ、一回向こう逃げよう。一回行け、逃げよう。あれ、逃げるも何も逃げれないね。こっち、右じゃないの。あ、ここか。え、でもここ乗り越えてくるよね。あ、じゃあ、そう、一回ここ。あれ、あ、はい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 、オッケー。定常あー難しいな、これ。お前賢いな、だろ。お前がバカなんだよ。あー、じゃあパート1ここまでにしますか、一旦。オッケー。じゃあ次回なんとかあいつを出し抜いて、なんとかこの手錠を外す鍵を手に入れたいと思います。じゃあ今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。